アビニョンはフランスの南東部に位置する都市で、ボクリューズ県の県庁所在地である。ローマ帝国時代にはガリアナルボレンシス属州の主要都市の一つであった。5世紀に蛮族の侵入によって荒廃した後、737年にカール・マルテル率いるフランク人によって滅ぼされた。カール・マルテルが戦っていたアラブ人の側についたことによる。その後、ブルグンと王国。 ついでアルル王国領となる。12世紀末、都市は独立を宣言し、共和制を取る都市国家となるが、長くは続かず、アビニオンはプロバンス白領を、ついでトゥールーズ白領となった。中世末のカタリ派運動の中ではカタリ派を支持した、結果、1226年にアルビジョア十字軍を率いたフランスを憂い発生によって占領され、武装解除された。 カタリ派を支持した町への処罰として、死の城壁は破壊された。キリスト教が入ったのは早く、70年に、死教座が置かれた。1309年に、ローマ教皇クレメンス五世はアビニョンを居所に定め、1377年まで、教皇庁所在地とした。1426年に大死教座が置かれた。1303年に、アビニョン大学が開かれ、 フランス革命まで続き、法学で知られた。アビニョン補修時代の半ば、1348年に、領主プロバンス白ジョアンナから教皇クレメンス6世に、アビニョンが売却された。以後、フランス革命で没収されるまでアビニョンは、教皇領となった。何人かの対立教皇は、アビニョンに、教皇座を置いている。TGV から望むアビニョン市街地1305年。 教皇に選出されたボルドー大司教がクレメンス・五世としてリヨンで即位した。フランス人教皇誕生の背後にはフランス王フィリップ4世の強い影響力があった。アナーニ事件などで教皇を威嚇していたフィリップ4世の意思を受けたクレメンス・五世はローマに戻らず、数奇教団とともにアビニョンに滞在し、ここに教皇庁の移転を宣言した。これが いわゆるアビニョン補修である。こうして1309年にクレメンス5世がアビニョンに今日定めて以来1377年にグレゴリウス11世がローマに戻るまで7代69年間にわたってこの補修が続いた。この間、事実上のキリスト教会の首都となったアビニョンには教皇庁宮殿、現在は フランジェリコやボッティチェリの聖母子を収蔵するプティパレ美術館として利用されている大司教館など当時の建築が数多く残り、そのあたりの地区はアビニョン歴史地区として世界遺産に登録された。アビニョンのサンベネゼバシバシと宮殿橋と城壁クリスマスの街並みサンベネゼバシは同様アビニョンの橋の上でで知られる。 橋の上で輪になって踊ろうと歌われているが、実際は、道幅が狭く、上で踊れるほど安全な橋ではない。渡ることさえ危険な時もあり、橋から転落し命を落とした者さえいる。ローヌ川の度重なる氾濫により何度も橋が崩壊、その度に修復を強いられ、財政を圧迫した。17世紀にはついに修復を、断念、22あった橋脚のうち、 現在は4つのみが残っている。1947年にジャンビラールによって始められたアビニオン演劇祭は毎年夏世界各地から集まった団体が約1ヶ月間に渡りがいの至るところで演劇、舞踏、音楽、映画などを発表する。2002年には580、2004年には667の団体が参加した。2003年は ストライキのため公式には中止されたが、非公式に多くの催しが開かれた。ありがとうございます。